インドシナトラは、主に東南アジアで見られるトラの亜種である。国際自然保護連合によって、絶滅危惧種に指定されている。その名の通り、インドシナ半島を中心に生息している。オスの個体では、体長は 2.25 メートルから 2.85 メートル、体重は150キロから180キロである。平均は、体長 2.74 メートル、体重181キロであるが、大きな個体では227キロあるものも発見されている。頭骨の大きさは329ミリから365ミリである。メスはオスに対して一回り小さく、体長は 2.30 メートルから 2.55 メートル、体重は100キロから130キロである。頭骨の大きさは275ミリから311ミリ。平均は、体長 2.44 メートル、体重115キロである。7万2000年から10万8000年前にかけて、他の種から分化したものと考えられている。2010年に、オックスフォード大学のチームが行った調査によると、カスピトラ、アムールトラとは、遺伝的に極めて近縁であり、同一の原種が移動、分化したものであるとの新説が提唱されている。タイを中心に、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナム、そして中国雲南省で見られる。大多数が山麓、及び丘陵地帯にある森林の奥地に生息しており、これらの地域にはしばしば入場制限が課せられ、生物学者など一部の者のみが入場を制限付きで許可される。サンバーやイノシシ、カモシカ、そして若いインドヤギなど、主に中、大型のユーヒヅメ類を捕食する。しかし、近年では密猟などにより、一見普通に見える森でもあるヒヅメ類が絶滅する空白の森症候群が発生しており、そのような地域では、キョンやヤマアラシ、マカクなど小型の生物を食べることを強いられている。母トラは一生に2から3匹の子を産むとされている。2017年現在インドシナトラの個体数は250匹程度と見られており、そのうち半分以上がタイのフワイカーケーン野生生物保護区に生息しているとされる。餌となる鹿の密猟によって食料が減少し、また、インドシナトラそのものも密猟の被害に遭っている。ベトナムにおいて、密猟の3、4近くは漢方薬の原料としてであり、貧困層にとっては、トラを殺して売ることが生計を立てる数少ない手段であることもある。中国においては、確認できる最後の個体が2009年に村人によって殺害され食べられた。他にも食料である豚の減少及び生息地の断片化、個体数の減少による近親交配が種の減少に拍車をかけている。各国はエコツーリズムの資源としてトラを利用することでトラが減ることを食い止めようとしている。また世界の動物園において14匹が飼育されている。ありがとうございます。